ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ほほう、こんなすごい生き物がいたなんて、すごいわねー。お、霊夢、どうしたんだ？あー魔理沙、今サンダーバードについての記事を読んでいたところなのよ。ほう、サンダーバードか。これはまた伝説の生物に目をつけたなー。へ？サンダーバードって伝説なの？あーそうだぜ。ネイティブアメリカンの間では古くから語り継がれていた存在なんだ。そうだったの。なんだ知らなかったのか。サンダーバードの記事を読んでいたっていうのに。まあ、せっかくだから私もサンダーバードについて話してみるとするかな。それじゃあ、今回は伝説のサンダーバードの存在と正体について解説していくぜ。魔理沙さん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。霊夢も記事を読んでいたっていうから、そこまで説明する必要はないかもしれないが、一応サンダーバードについて説明させてもらうぜ。サンダーバードとは、カナダ西海岸部やアメリカのインディアン部族の間に伝わる未確認生物で、その姿はまるで大きなワシのよう、羽の色は雷のようで、大きさは5メートル弱。雷の精霊とも言われていて、自由自在に雷を落とすとも言われている。雷を落とす？なんかその話を聞いた途端、すっごく信憑性が薄くなったわ。いや、自然界でも電気を発する生き物は実在するんだし、ありえないなんてこともない。ああ、そういえば電気ウナギや電気ナマズなんて生き物がいたわねー。そう、自然界でそんな生き物が確認されているわけだし、サンダーバードが電気を扱えるっていうのも、不思議な話ではないだろう？それはまあわかったけど、サンダーバードって捕獲とかされたことあるの？インディアンの間ではないようだな。神話に登場する神聖な生き物のように扱われているから、捕獲しようという気もなかったのかもしれないな。ちなみに、サンダーバードの見た目は部族によって違うらしくて、クジラを食料としていると言われたり、くちばしと毛爪だけの存在と言われたりもしているらしいぜ。へぇ？部族によって見た目が違うなんてなんだか不思議な生き物ねー。でも、それだけ神聖視されているんだったら、サンダーバードはきっといい生き物なのよねー。いや、実はそんなこともなさそうなんだ。1977年7月、アメリカのイリノイ州の小さな田舎町で、マーロン君という少年が、何やら巨大な怪鳥に連れ去られた、という事件があったらしいんだよ。巨大な怪鳥って、当時マーロン君は10歳だったらしい。夜中に月明かりの下で自宅の裏庭でかくれんぼを、していたらしいんだが、楽しく遊んでいたのもつかの間、庭の巨大な鳥が少年たちを追いかけ回し、マーロン君が捕まってしまったらしい。いやいや、いくらなんでもそれは、10歳ってそれなりに大きいと思うし、捕まっただけでどうこうなるわけじゃないでしょう？ところが、巨大な怪鳥はマーロン君の体を軽々と持ち上げて、かなりの距離を運んだそうなんだ。ひえ、なんてことなの。ってことは、少年は食べられちゃうことになるのかしら。いや、パニックになったマーロン君は悲鳴を上げて、その声に気づいた母親が、急いで駆けつけてマーロン君の足に飛びついたところ、怪鳥はマーロン君を離して、どこかに、飛び去っていったらしいんだ。よかった、なんとか無事に済んだらしいわね。しかし今回の一件で、アメリカに子供を襲う危険な生き物が存在することが判明したわけだ。でもさ、子供ってすぐに嘘をつくし、ちょっと大人をからかってやろう、っていう子も、いたりするわけじゃない？今回もそういうケースなんじゃないの？いや、残念ながらそういうわけでもなさそうなんだ。今回襲われそうになったマーロン君だが、同日の同時刻くらいに、イリノイ州でドライブをしていた若者が、人間サイズの巨大な鳥ガニは、上空を飛行しているのを目撃した、と警察に通報していたそうなんだよ。それじゃあ、本当にその巨大な怪鳥は実在していたってことになるのかしら。実在自体はしているんだろうな。子供がさらわれたというのは、母親とその友人二人くらいしか目撃者がいないから信憑性はどうなのかとは思うが、でも、そんな危険な生物がいるなんて、アメリカは、どうにか対応しなきゃいけないんじゃない？そうだな、ちなみに、他にもサンダーバードの目撃情報は集まっているんだよ。まだあるの？少し時代は遡るが、1890年、アメリカ、アリゾナ州にて、カウボーイたちが謎の巨大怪鳥を射撃し、仕留めたということで話題になったんだ。巨大怪鳥、またしても現れるなんて、それで、仕留めたって言うけど、写真はあるのかしら？普通写真くらい撮ってるわよねー。ああ、写真ももちろんあるぜ。これが当時の写真だと言われている。ちょっと待ってよマリサ、これって。そうだな、霊夢の言いたいことはわかるぞ。わかるぞじゃなくて、これってもしかして、プテラノドンなんじゃないの？さっきから話を聞いていたサンダーバードとは、全然見た目が違うわよ。そう、今回仕留められた怪鳥は、絶滅したはずの翼竜の一種、プテラノドンに酷似していたんだ。
仕留めたカウボーイたちの証言によると、この生き物の皮は非常に滑らかで、羽毛のようなものは確認できず、まるで巨大なコウモリのようだった。と言っている。さらに顔はワニに似て、口が細長くなっていた、ということだそうだぜ。それ、完全に鳥類じゃないわよね。それにサンダーバードは雷の模様があるから、サンダーバードだって言われているわけでしょ？全く雷の模様がなさそうよ。まあそれはインディアンたちによる伝説の話だから、模様くらいは多少変化があるかもしれないが。そうだとしても、この見た目は確かによく言うプテラノドンにしか見えないよな。他にも、サンダーバードとおぼしき生き物は南北戦争の最中にも射殺されているらしいんだよ。結構発見されてるのね。そしてこれがその時の写真なんだが、やっぱりこの時の個体も、アリゾナ州で仕留められた、謎の怪鳥にそっくりになっているんだよな。それじゃあやっぱり、この生き物がサンダーバードかは一旦置いておくとして、このプテラノドンみたいなのは実在しているってことでいいのかしら。どうだろうな、当然の話ではあるが、一部からはこれはフェイク写真だ、という声も、上がっているみたいだからな。この写真だけで実在するんだ、と息を巻くのは少しだけ早計すぎるかもしれないな。でもさあマリサ、結局のところ、サンダーバードってインディアンの間に伝わる、伝説上の生き物なわけでしょ？それってやっぱり実在してないってことじゃない？そんなのがもしも実在していたら、当時は大パニックだったろうし。まあ、霊夢の言いたいこともわかるんだが、残念ながら、サンダーバードがいたことを示唆する、あるものが発見されているんだよ。あるもの？それはな、サンダーバードの壁画だ。さ、サンダーバードの壁画？そんなものがあるの？ああ、アリゾナ州の山で発見されているらしい。これが、サンダーバードの壁画と言われているものだ。うわぁ、確かに、なんか壁に鳥っぽいものが描かれているわね。サンダーバードの壁画に、そしてトーテムポール、ただの見間違いや言い伝えだけで、ここまで具体的なものを残していくだろうか？私はそうとは思えないぜ。た、確かに、壁画って結構、当時生息していた生き物も一緒に描くとか言われているものね。そうなんだよ。発見される壁画の中に、明らかに恐竜としか思えない絵が描かれていたり、恐竜と人間が一緒にいたことを示すような絵が描かれていたりすることもあるんだ。だから壁画は、当時の歴史を語る上で非常に重要な役割を果たしているんだぜ。確かにねえ、当時いた生き物が描かれているとしたらかなり重大なニュースになるわよ。でも、あくまで当時はって意味で、現代も生きていることを示してるわけじゃないもんね。おいおい霊夢、何を消極的なことを言ってるんだ。当時同じ土地にいたなら、現代も同じ土地にいたって、何も不思議なことはないじゃないか。現にサンダーバードは今も目撃されてるわけだしな。でもねえ、今のところ写真に撮られているのはプテラノドンなわけだし。しょうがないな、じゃあ2017年のニュースも紹介しておいてやるか。え？まだあるの？アメリカのテネシー州にて、サンダーバードとおぼしき未確認生物が発見されたんだ。2017年10月、車を運転していた男性が、道路上に非常に大きな鳥がいることに気づいた。その鳥は、しばらく眺めていた後に滑空し、空の上に上がっていき視界から消えた。そうなんだ、え、見間違いっていう可能性はないのかしら？男性が目撃した個体は明るい茶色で、翼の幅は 3.6 メートルほどあり、男性はその姿を1分ほども確認できたそうだ。1分もまじまじと見れたなら、見間違いの可能性は、ほとんどないんじゃないかと思うぜ。なるほど、それなら確かにそうかもしれないけど。まあしかし残念だったのが、男性が目撃したサンダーバードは、羽ばたきも行ったけど、角度的にちょうどくちばしが見えなかったそうで、どんな顔をしているかは確認できなかったらしい。でも、そこまで具体的に説明しているなら、確かに実在はしそうな気がしてくるわ。サンダーバード、一体何が正体なの？それじゃあそろそろ、サンダーバードの正体について話をしていくことにするかな。そうよ、サンダーバード、一体どんな生き物なの？これまでの話を聞くに、普通に鳥の可能性もあるし、古代生物の可能性もありそうな感じだったけど、ひとまず第一候補として挙がっているのは、やっぱり写真まで撮られている個体から、プテラノドンの生き残りが正体なんじゃないか、というものだな。やっぱり、まずはそれが上がるわよねー。プテラノドンは歯のない翼、という意味を持ち、その名の通り口に歯は持ち合わせていない。中世代白亜紀後期に空を支配していた生き物で、そのサイズは5メートル程度と考えられる。ふむ、5メートル程度って言うと、これまで発見されてきた個体と同じくらいかしら？大体同じだな。ただ、プテラノドンの化石から生きていた時の、姿を復元する試みが行われたところ、プテラノドンは後ろ足が貧弱で、鍵爪で獲物を捕らえて運ぶようなことはできなかったんじゃないかと言われているぜ。あらほんとだ、普
現図を確認してみると、とても生き物を運ぶような足はしてないわね。そう、後ろ足は地上で移動するときに、前足も使って四足歩行をするときにのみ、使っていたんじゃないかと考えられるぜ。それじゃあ、子供をさらおうとした個体は、プテラノドンじゃないってことかしら？カウボーイが仕留めて写真に撮ったものはプテラノドンでもいいかもしれないが、子供をさらった個体は、もしかしたらプテラノドンが正体ではないかもしれないな。まあ、現代に至るまでにプテラノドンが進化して、後ろ足が発達した可能性もあるんだが、発達させる必要があったのかどうかを考える必要もあるからな。そっか、進化の歴史のことも考えなきゃいけないのね、難しいわ。単純に考えるなら、子供をさらおうとしたものと、カウボーイが仕留めたものは別の生き物同士、ということになるんじゃないかと思うな。やっぱりそうなるの？でも怖いわよ、プテラノドンが生きていたってだけでも、十分にビッグニュースなのに、その上まだ子供をさらう巨大な生物がいるかもしれないなんて。でも、子供をさらう巨大な鳥って、一体何がいるの？子供をさらうような巨大な鳥といったら、アルゲンタビスが挙げられるだろうな。あ、アルゲ？何？その生き物、アルゲンタビスは、900万年前から680万年前に生息していたと考えられている、鳥類の古生物だ。空を飛べる鳥類としては、史上最大のサイズで、翼を広げた時のサイズは8メートルに達したとされる。は、8メートル、車よりもずっと大きいじゃない、そんなサイズの化け物がいたなんて。アルゲンタビスは丈夫で強靭な足を持っていて、その足で地上を歩行することもできたらしい。丈夫で強靭ということは、歩くことだけでなく、それで獲物を捕獲することもできただろう。それじゃあ、そのアルゲンタビスが子供をさらおうとした個体ってこと？もしかしたら、今まで目撃されている巨大な鳥というのも、すべてこいつかもしれないな。でも8メートルもあって、さらにそんな頑丈な体をしているってことは、かなり重たい体をしていたんじゃないの？そうだな、アルゲンタビスの体重はだいたい70キロ程度とされていたみたいだな。70キロ？そんな重たい生き物が空を飛べるわけないじゃないの。鳥って体を軽くして空を飛んでいるんでしょ？確かにそう考えられるが、飛行能力というのは単純な体重の問題だけではないんだぜ。え？そうなの？重要なのは、翼の構造だ。現生している鳥類の中には、体重20キロでも平気で空を飛ぶ種類がいるんだぞ。え？20キロで空を飛ぶだなんて、とんでもないわね。現代でもそれが可能になっているんだから、古代でもできて当然というわけだ。じゃあ、これまで発見されているサンダーバードは全部アルゲンタビスだったってことなのかしら？インディアンの間で伝わっているサンダーバードもアルゲンタビスが正体だってこと？さあな、サンダーバードの化石や骨でもあれば分析のしようはあるもんだが、それがない以上、もしかしたらアルゲンタビスかもとしか言えないのが現状だな。でも、もしも古代生物がサンダーバードだったら、これまでの歴史を大きく覆すことになるわよね。まあな、しかし、当然ながら古代生物が正体ではないという意見もあるわけだから、それらも紹介していくことにしようか。正体じゃないの？私はすでにそっちで信じきってたのに。まあまあ、あくまで一意見として聞いてくれ。確かに納得のいく話ではあるからな。さて、霊夢よ、私はサンダーバードの紹介をするとき、まずなんて言ったか覚えてるか？え？雷の模様をつけてて、とかだっけ？その前に、姿はワシのようで、と言っただろう？ああ、確かに言ってたような気がするわねー。え？まさか？そう、そのまさかだ、サンダーバードの正体は、ワシやコンドルの仲間では、ないかと考えられているんだよ。ちょっと、それはいくらなんでも現実的すぎるでしょ、夢がないわ。いや、だから現実的な意見もちゃんと聞き入れるべきなんだって。ちなみに、正体としてはアンデスコンドルが候補に上がっているんだよ。アンデスコンドル？どうせそこまで大きくないコンドルなんでしょう？確かに通常時の体長は1メートル程度だが、翼を広げた時はかなり大きいぜ。その大きさはなんと、3メートルほどにまで大きくなるそうなんだ。さ、3メートル、確かに大きいけど、まだよ、アルゲンタビスは8メートルに達したっていうし。絶対に子供をさらったのは、アルゲンタビスの方に違いないわ。しかしな、霊夢、少し現実的な話を聞いてほしいんだが、子供をさらったのがもしもアルゲンタビスだとして霊夢は、目の前に8メートルサイズの鳥がいたら、どういう対応をするんだ？え？いや、それは、さすがにデカすぎるから、警察とか、自衛隊とか、に連絡するかしらねー。まあ、アメリカには自衛隊はないんだが、実際そうだろう？人間はある程度冷静だと、自力ではどうすることもできない存在っていうものに気づくんだよ。たとえ子供がさらわれそうになっているとして、8メートル級の化け物に飛びかかるような人間は、ごくわずかしかいないだろう。そこはほら、親としての愛とか、子供を助けたいっていう強い思いで。
まあ、想像するのは勝手だが、おそらくそんなことができる人間はほぼいないんだよ。そうなると、飛びかかってもなんとかなりそうなサイズだったと類推するのが自然なんだ。それじゃあ、8メートルあったアルゲンタビスは、正体じゃないかもしれないってこと？結構高確率で、そうなんじゃないかと私は思っているぜ。確かに、翼を広げて3メートルほどのサイズなら、全力で飛びかかればどうにかなる、と、考えられるかもしれないからな。あんまりそうだとは信じたくないんだけど、マリサがそこまで言うなら、そうなのかな。でも確かに、8メートル級のサイズだったら、たとえ人間に抵抗されたとしても、そのまま力ずくで子供をさらっていけそうなパワーがある気がしてくるわね。そうだろう？だから3メートル級のアンデスコンドルが正体というのも説得力があるんだ。なるほどねー。でもちょっと待ってよ。仮にアンデスコンドルが正体だとして、アンデスコンドルが人間を襲うの？それはいくらなんでもないんじゃない？ほう、どうしてそう思うんだ？だって、人間よ人間、コンドルがたとえ肉食だとしても、人間サイズを食べようとはなかなか思わないんじゃない？霊夢よ、生き物っていうのはな、飢餓状態になると、多少の無理はするものなんだ。どういうこと？確かに、アンデスコンドルにとって人間の子供は少々連れ去るには無理のあるサイズだ。しかし、なかなか獲物を捕まえることができない状況が続き、お腹を空かした状態になると、何が何でも獲物を捕まえて食べたいという気持ちが高まってくるものだ。そんな時に、多少大きいが、抵抗が少なく、簡単に捕らえられそうな獲物がいたら、霊夢だったらどうするんだ？そりゃあ、多少無理をしてでも、その大きな獲物を捕まえるに決まってるでしょ。多少の抵抗はされるかもしれないけど、それくらいなんとかして、食べたいと思うわ。そうだよな。アンデスコンドルも、同じ気持ちになることがあるってわけだ。アンデスコンドルも飢餓状態になれば人間の子供を襲うって？いやいや、それはいくらなんでも。しょうがないな。じゃあ霊夢に鳥が人間をさらう映像を見せようか。動画の最初の10秒くらいのところで、お母さんが目を離した隙に、幼児がわしに、さらわれていくところが収められている。その後父親が駆け寄り、母親も全力で止めて、なんとか赤ちゃんは助かっているわけだが、これが現実なんだよ、霊夢。ほんとだ、鳥が子供を襲ってる、お母さんもお父さんも、すごく怖かったでしょうね。翼を広げたら、人間ほどのサイズになる生き物が突然滑空してやってくるんだからな。その恐怖は並大抵のものではないと思うぜ。怖すぎる。でも、確かにこの映像を見たら、アンデスコンドルが人間を襲うっていうのも、わかるような気がしてくるわね。この動画からわかることは、わしは親が目を離した隙、つまり油断しているところを襲っているという点だ。サンダーバードが現れて子供をさらったという時も、その時は子供3人しかおらず、大人はそばにいなかったんだ。つまりそれって、安全に獲物が捕まえられるかどうかをちゃんと認識してるってこと？そういうことだろうな。確かに親が近くにいたり、警戒したりしていると、鳥としても獲物を捕まえるのは至難の業になるだろう。しかし、人間は野生の生き物に比べて、注意力が散漫だからな。鳥からしたら、油断しているところを襲うなんて簡単なことだと思うぜ。怖すぎる、子供と一緒に海外に行けないわ。もちろん常にこういった攻撃をしてくるわけじゃない。極端な飢餓状態の時に限るぜ。どうやら鳥の中には一定数、飢餓状態になると見境なしに攻撃する種もいるみたいだ。他にも、ペリカンも同じように誰彼構わず食べようとすると言われているな。はぁ、ペリカン？ペリカンは飢餓状態に陥ると、たとえ自分の口に入らない生き物だろうと、丸飲みにしようとすると言われているんだ。こんな感じでな。明らかに入るはずもない生き物を食べようとしているじゃない。確かにとんでもないことをしているわね。肉食の鳥っていうのは、一定数こういった行動を取る傾向があるのかもしれないな。とにかくこれでわかっただろう？アンデスコンドルは、人間を襲う可能性が高い。子供を襲ったのもおそらく、アンデスコンドルだぜ。確かに、ここまでの情報を聞くと、アンデスコンドルが正体なのかしら。でも、それはあくまでも当時子供を襲った生き物でしょ？インディアンの間で伝わるサンダーバードとは別じゃ。どうだろうな、アンデスコンドルがどれくらい昔からその土地にいたのかは定かではないが。もしかしたら、子供をさらうアンデスコンドルの姿を見て、それが恐ろしく見えたから、サンダーバードだと表現したのかもしれないぜ。でも、雷を操るとか言われてたじゃない。あれはどういうこと？雷を操るって話は、嵐の日に現れて、たまたま子供をさらっていったとか、いろいろと説明ができるだろう。そうなのかしらねー。私はいまいち信用できないんだけど。でも、確かにここまでの話を聞くと、いろいろ納得できることもあるわ。そうだろう。でも私の中では、まだ納得できないことがあるわ。カウボーイが仕留めたっていう、あの鳥よ。ああ、あれか。鳥というか、完全にプテラノドンだけど、あれの説明ができない限り、
私はサンダーバードは存在すると信じるわよ。あれに関しては、現状はフェイク写真だと考えるしかない状況だな。しかし、フェイクの一言で済ませていいものかどうかもわからないといった感じだな。フェイクで片付けるのはいくらなんでももったいなすぎるでしょう。確かにそうなんだが、あの写真にも色々と疑問点が残っているんだよ。疑問点って、一体何よ？例えば、あんなにはっきりと写真を撮ったのに、あの死体は一体どこに消えたんだ？綺麗に残ってたんだから、死体はそのまま保存して、どこかの研究機関に引き渡せばよかったじゃないか。いやそれは、研究機関に渡すのはもったいないと思ったとか？古代生物だとわかったら、きっと研究機関は金はいくらでも払うと思うぜ。そうしたら、発見者たちは億万長者になれたかもしれないだろう？それなのに、なぜしなかった？というか死体は一体どこに消えた？それは、そこまでの話をしていくと、あの死体は作り物で、話題が上がった時点で解体して、その死体はどこかに捨ててしまった、と考えるのが一番妥当な気がするんだよな。そんな、せっかくプテラノドンが発見されたかもしれないのに、それすらも偽物呼ばわりされちゃうなんて、まあ、仕方ないことだと思うぜ。これで剥製にでもして、しっかり保存されていたら、歴史を大きく動かす大ニュースになったかもしれないんだけどな。それじゃあ、死体を探せばまだ希望はあるのね。私探すわ、プテラノドンの死体。発見されたのは80年代頃だから、今から探しても絶対に見つからないと思うぜ、諦めろ。そんな、だってせっかくの発見なのよ。プテラノドンが見つかったなんて世紀の大発見なのに、それすらも嘘だって言われるの、悲しいじゃない。まあ、伝説の生き物ってのは大抵そんなもんだ。サンダーバードの正体がアンデスコンドルで確定したわけではないが、高確率で、そうなんじゃないかというのが現状の意見だな。そう、せっかくの伝説の生物だし、ちゃんと実在してて欲しかったわ。まあでも、これもあくまで可能性の話だからな。もしかしたら本当に伝説的な生物が存在するかもしれないし、なんなら、今もどこかで生きてるかもしれないし。言ったわね。マリサ。え？そこまで言ったからには、自分の発言には責任を持ちなさいよ。ちょっと待てよ、霊夢。そこまで言ったんだから、ちゃんとサンダーバードが実在するって証明するまで、帰ってきちゃダメだからね。おいおい、どうやら霊夢の逆鱗に触れてしまったらしいぜ。多分見つけてくるまで本当に帰らせてもらえなくなりそうだ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。